雷魔法師団、ご存知でしょうか。知らなければ知らないでいいんですけどね。とは言えません。今回は人と人との戦いになります。いえ、正確には魔法使いと魔法使い、醜い争いになります。魔法使いはあくまで魔物を倒すために存在を許されています。人間に手を挙げれば国軍や国連軍の兵器は私たちの方を向くでしょう。今回の相手がテロリストとはいえ、十分に注意しなければならない。そう認識してください。私たちに課せられているのは相手を倒すという単純なことではありません。本気で殺しに来る相手を殺さず捕らえることです。そうしなければ一般人は必ず危機感を抱きますから。あなたはどうせ攻撃手段がないので良いのですが、誰かがそれをしそうになった時は命に代えても止めてください。わかりましたね。わざわざあなたに伝えたのはそのためです。私は将来を閉ざされたくない。他の生徒も同様でしょう。敵を守ることが皮肉にも私たちを守ることにつながるのです。くだらないことですが、厳守するように。それと力をセーブしておいたから負けましたは通用しませんので、そこもお忘れなく。理不尽をどうにかするのが私たちです。あなたの粘着質なら大丈夫でしょう。全く意味がわかりません。かけらも理解できません。魔法使いが人類を牛耳る、そんなことをしても何にもならない。雷魔法師団には世界掌握後の明確なビジョンがない。現状霧の魔物という脅威を取り除けない状態で世界征服、ただのコンプレックス、一般人に対するヘイトでしかありません。そんな頭の悪い人たちがエリート優等生を名乗るのですから、間違いであることは自明。本来容赦する必要すらない。しかし繰り返しになりますが、くれぐれも早まった行動はしないように。特に図書委員の人たちが危険です。彼女らは知識がある分強制思想に共感しているという情報もあります。テロリストの事情を侵食する必要は全くありません。徹底的に叩く、それ以外の目的はないのです。お分かりですね。私はあなたに親切心で言っているのです。私は自分のことを分かっています。問題は他の生徒たち、彼女らに日陰を歩ませたくないのなら頑張ってください。私を面倒くさいと思うでしょう。それでいいんです。あなたはあの子や他の子の世話をしていればいい。一人で立てる相手に支えは不要です。準備しましょう。戦場は近い。